はようございます。スキンケアしながら雑談します。ちゃんと推しが取られるのがさ、もうジン君以来とかかな。なので衝撃が、久しぶりの衝撃がさ強いんですけど、昨日ね、その前の推しの記事が出たんですけど、午前中その記事が出る前に舞台行ってて、しかも2回目だったんですけど、今回席が良かったんですよ。推しゼロズレみたいな席、あの時間もあるような結構いい席で、まあでも前はさ、舞台とかはこう受動的に見たいというか、ファンサーとかを欲さないからさ、何も持ってかなかったんだけど、やっぱかっこいいなと思って見てたわけね。まあ2回目だったから、話の内容とかも、まあ、前回見てて、ここ見たい、ここもっと見たいなってところとか、なんか集中してみるわけじゃん。集中するっていうか、なんて言うんだろう、見たいなってところを前回ピックアップしといてさ、見るわけじゃん。まあそれで楽しいし、曲目も普段聴けないようなカバー曲だったりするから、めっちゃ楽しかったんだけど、その後その午後入るお姉さんがいたから、まあ会場周辺でご飯食べたりしてたね。お姉さんが行きました、会場に。それであれさ、携帯がさ最近ちょっと壊れ気味で、まあ帰って話なんですけど、ちょっとパソコンも最近壊れたばっかりで、ちょっともうちょい我慢しようかなみたいな。まあ、壊れたっていうか、まあバッテリーがもう本当に寿命来てるみたいな。まあ、4、5年使ってるので。この縦カメラの iPhone なので、てか見て、ちょうどこれ最後だった、使い切りコスメこの VT のパック。でもこの間プラザで買ってきたやつがあるので、次はそれを使うんですけど、 iPhone あんまいじってなかったの。あのお姉さん待ちながらご飯食べて、スタバでねケーキ食べたりしてたんだけど、美味しかった。ケーキ大福ファンの友達と、あともう一人お姉さんと一緒にいて、それで知らなかったんよ、それ出てんの。携帯もあんま見てなかったから、でトレンドにも入ってなかったのね、私が見た時は、ツイッターの。それで前のオタアカってマジで本当に知り合いしかいなくて、最近あの他の人のツイート出ないように設定してたから全然気づかなくて、まあ、あまりにも愛が気づかなかったもんだから、その滝くんファンのお友達ともう一人のお姉さんが、実は記事出てますみたいな感じで発表してくれて、あの面白おかしく、はい。それで初めて知ったんだけど、最初なんか思考が停止して、あのおもろい反応もできなかったんよ。ちょっとこれ反省してんだけどそれで夜公演から出てくるお姉さんとか待って会場の前行ったんだけど、ファンの子が泣きながら出てくるわけよ、会場から。釣られて泣きそうになったんだけど、でお前はさ、もう1年前ぐらいから好きになった同心期だから、泣いてるあれでもないし、リア子で好きになってる推しとかっていないから、まあ、あれなんだけど、そりゃ泣きたい人もいるよなみたいなもあったし、なんかタイミング的にここかと思ってちょっとびっくりしたし、 なんか別に付き合えるとかも思ってないし、付き合いたいっていうそのリア子の感情とかもないけど、なんかちょっとこうやっぱ沈むよね、わかる。なんか別に幸せならそれでいいんだけど、ちょっとへこむよねでその後ご飯食べたりしてたら、あの終電逃して結局久しぶりにオールでね、焼け酒してたんですけど、ショックすぎてお酒が回らなくて、割と冷静に家に帰ってきました。朝まで付き合ってくれた大輝くんファンのお友達にはシェイシェイという感じで伝えたいんですけど、まあこういう時推しが何人かいてよかったなって思うのと、やっぱ私ジンくんの時にさ、ジンくんだけ大好きで、それが急にもうなくなったというか、まあ、ジンくん結婚したからね、一瞬でこう趣味なくなったみたいな感じだったから、そっから一人に入れ込みすぎるのやめたんですけど、まあでも誠くんは一時期一人に入れ込みまくってたみたいなとこあるんだけどね、まあなるんですけど、まあそれがまあ救いだったっていうのと、まあ別にあとは後々これがもしかしたら匂わせだったのかもみたいなさ、投稿とかも何件かやっぱ出てくるじゃん。オタクってさ、探偵だからさ、マジ探偵より探偵というか、警察より警察というか、なんかやっぱさ、好きだからこそさ見えてくるものっていうかさ、あるじゃん。好きだからこそさ女の勘が働いちゃうとか、そういうので出てきてるものはあるけど、まあなんて言うんだろう、全面的にゴリゴリに匂わせてみたいな感じではなかったから、まあ別にそこはいいかなと思うし、
まあ、これからよな。へこんでる感じが前面に出るのはどうかと思うし、やっぱそこは仕事としてきっちりと線を引いてくれるんだったらまあいいのかなみたいな。なんかこう、あれもさ、芸能活動ではないけど、やっぱ芸能やってる人とか、あとはその友達とか関係者とかと知り合うわけじゃん。で、いろいろ話も聞くし、そういうの聞いてるとやっぱり仕事以外の場面というか、特にあの YouTube とかやってる SNS 中心の人はもうプライベートと仕事を割り切るっていうのがすごい難しくて、推しを公表するの迷ってるとかいう相談もたまに受けるくらい、まあプライベートとお仕事の場面どこで区切りをつけるかっていうのも結構難しい職業ではあって、だけど、まあ、芸能人の方ってやっぱりプライベートであんまり見えないのが芸能人と思ってて、あんまり見えないのがっていうか、まあ、プライベート全開でも、まあ、親近感があってすごくいいんだけど、やっぱちょっと夢みたいみたいなところもあるじゃん。特にこう推しだったりとかはさ、もう表側のキラッとした面だけを見たい派なので、私はプライベートをがっつり見たい、まあ見たいっちゃ見たいっていうか、見たいっちゃ見たいけど、その 100% 出してほしいとは思ってなくて、やっぱプライベートで息抜きの時間だったりとかがないと潰れちゃったりするので、メンタル的にね、パートナーとかがいたりしてもまあおかしくないなというか、まあそれで気持ちが保てて、モチベーションがね、お仕事のモチベーションが保てるんだったら全然いいなと思うし、私はショックは超受けたし、今もちょっとなんかメンタル的に来てるんですけど、考えても出ちゃったものは仕方ないので、アニオタのお友達に二次元は裏切らないというふうに来ていたのでアニメ見たいと思います。ちょっと一旦ね、まあ何があって、その自分が現場に行って本当に数時間後だったから、ちょっと本当に来たんだけど仕事プライベートをこうきっちり区切りをつけられる大人だと思ってるから、それを信じて、ファン卒はとりあえずは今とどまってるけど、まあ、これから持ち直してくれることを願っております。はぁ、本当に何人か教えてよかったし、まあ、逆に現場ってこともあって、あのお友達が近くにいたから泣かなかった多分一人でいたらなんかちょっと泣いちゃったかもしれないんだけど、てかそれほどまで推してたんだってちょっと今自覚した。本当にちょっとショック受けて泣いちゃうかもってくらいまでこう好きだったんだなと思ったら、あ、ちゃんと好きだったんだみたいな、なんかわかる、失って気づく大切さみたいなまあそんな感じで感じましたね。はい。なので、まあ、まだへこんでんですけど、そうですね、ゴールデンウィークとかも ありますし、楽しいこととかなんか詰めたりして、まあ、友達はいないので、お家でアニメとか見て、過ごしたいと思います。久しぶりだったからなんかちょっと衝撃的で、だから処理の仕方をちょっと忘れた。結構ね、会場もちっちゃくて、あ、てかね、会場がその戦隊ものの、なんかショーとかやるところで、私デカレンジャーめちゃめちゃ好きで、初めての握手会デカレンジャーとやってんだけど、思い出のね、デカレンジャーとちょっと撮影できたので、インスタに載せてるので、ぜひ写真見てください。イェーイ。ちょっと数週間くらいで収まったらいいんですけど、数週間くらいは、仕事とアニメに没頭したいなと思いますので、皆さんおすすめのアニメなどありましたら、よかったらコメント欄で教えてくれたらなと思います。まあ全然立ち直れないなって人もいると思うんですけど、無理に立ち直る必要もないと思いますし、まあ、泣きたい時はめちゃめちゃ泣ける馬娘、はい、アニメなんですけど、馬娘ってアニメめちゃめちゃ泣けるので、ぜひ馬娘の2期のそうですね、1期もまあ泣けるんですけど、2期が本当すごい一生泣けるので、ぜひ2期中心に見てもらえたら嬉しいなと思います。あと推し作ってくれたらね、いいなと思うんですけど、はい、はい、だから仕事とアニメにちょっと没頭する数週間にしたいなと思います。強く言いたいと思います。